こんにちは、宮沢まりです。今日はパンダのお花見弁当を作ります。こんな風に基本のお弁当ができています。これだけでもいいんですけれど、せっかくなのでこう季節を盛り込んだお弁当にしたいと思います。桜を、入れて、あとはその桜を見ているパンダを作ってみたいと思います。材料はピンク色の魚肉ソーセージと白いソーセージ。白いソーセージがなければ煮た里芋でも OK です。スライスチーズと海苔、塩茹でした絹さやを 1,2 本です。ピンク色の魚肉ソーセージを使って桜を作ってみましょう。こんな風に使う分だけ出しましたら、真ん中に楊枝を刺します。前にギザギザのチーズ用のカッターで転がして作る桜というのも作りましたが、今日はこんな丸いフルーツをくり抜くようなカッターを使って作っていきます。こんな風にくるっと丸くえぐるように一回切ったら、切り取らずにそのままもう一回こう入れます。同じようにこう並々を描くようにくるんくるんと切り抜いていきます。最後までいったら裏返せばこんな風に立体的な可愛い花びらができます。ちょっと切りにくくなるので一旦ここで切り取って、もう一回これを刺してやってみますね。丸いのをくるっと入れて、切り取らないでもう一回くるっとで、このカッターの先は用紙に当てて、真ん中よりも向こうに行かないようにしてるわけですね。で、もう一回くるんと切り取って、くるんと切って、くるんと最後のところで切り離すようにします。そうするとこんな風に同心円状にくるくるっとこう丸い花びらが集まったみたいな形のお花ができます。そうしたら、こんな小さな桜の型があれば、これで、この一枚一枚のところが、ちょうどこう、くり抜いたところに来るようにして、切り抜きます。そうすると、より桜らしくなりますね。で、こんな桜の型がない場合には、こういうちょっとこう、トゲトゲのあるハートでもいいですし、星でもいいんですけど、こういうもので、このくぼんだところをこうやって切り離してあげ、ちょっとだけカットですね、削ってあげると、よりこのふっくらした花びらの、感じが生きると思います。こんな風にして桜ができました。そして、この残りの、こんな風にキュッキュッとこう丸くへこんだ部分を使って、さらにもう一回こうやって薄く切り取ってあげると、花びらを作ることができます。こんな風に作って、そしてもしこんなハート型があれば、ここの丸いところを使って切り取ったのを、形をちょっとこう整えてあげます。で、この端っこのこの尖ったところで、先端もちょっと切ってあげると、ちょうどひらひら舞い落ちる時の桜の花びらみたいになりますよね。こんな風に桜の花と花びらができました。これをお弁当に散らしてあげます。では次にパンダを作ります。パンダは白いソーセージと海苔、スライスチーズで作ります。白いソーセージを輪切りにして、そのまま頭と体にしてしまいます。こんな風ですね。こんな感じで、そして下の方は弁当の縁に合わせてカットします。で、白いご飯にこれを乗せてもあまり目立たないので、後ろにちょっとこう笹の林があるような感じで絹さやを入れます。ここのところをギザギザにするのにはこんなような、星型などを使ってこうやって切り取ってあげれば簡単ですね。こんな感じです。
そして耳は、耳と手はのりで作ります。キッチンバサミを使って、耳は、丸が2つあればいいですね。のりを半分に折って丸を2つ作ります。で、ついでに、目の周りのクマもちょっとアーモンド型になるように切り抜きます。こうですね。そして手も2枚折ったような形にして、ちょっとこう桜が咲いて嬉しいわーっていう感じで曲げた形になるように、こんな風にで、できればこの先端をちょっと V 字に切り込んで手の指を作ってあげます。では、あとはご飯の上で重ねながら作っていきます。一番奥になるものから乗せていきます。まず下草になるキヌサヤですね。そして、体の前に両手が入ります。どの辺に体が来るかなと、ちょっと相手を見ておいてから、これを手を乗っけてあげます。こんな風に乗せます。わーいって感じですね。そして体をこうやって乗せます。そして顔を乗せます。で、先ほどの耳をちょっと持ち上げて入れていきます。それから目のクマをここに乗せます。こうですね。そしたらまた残ったのりをこんな小さいパンチで切って、鼻とか口とか作ります。で、目のところはスライスチーズで白目を作って表情を出してあげます。ストローでスライスチーズを切り抜きます。そしてこのパンダさんのクマの上に乗せます。そして先ほどの小さく切ったのりを使って鼻と、それから黒目と それから口も作ります。桜の花びらが飛んできて嬉しそうな感じにしてますよね。こっちのパンダに向けて花びらが舞っていくように桜をこれから乗せていきます。パンダさんがこっちを見てわーいってしてますから、こちらに向かって花びらがこう舞ってくる風にしたら、なんかそよ風が吹いてるような感じで素敵ですよね。まず元の桜の木の方を、作ります。おかずの上に、乗せていきます。こんな風に本当の桜って数えきれないくらい花があるんですけど、たくさんあるよっていう意味でこんな風にこう重なっていれば気持ちは伝わると思います。そして、先ほどくるんと作った花びらをこんな風にちょっとこうパンダさんの方に向かってひらひらと回っているように置いてあげます。これもたくさん入れすぎるない方がなんかちょっと風情があって素敵ですね。こんな感じでちょっとこういう流れが見えると春風の優しい感じになるようにしてください。これでパンダさんがお花見しているように見えますでしょうか。いつものお弁当でお花見のシーンが作れちゃいますから、ぜひお試しくださいね。